でも今思えば菅政権はいろんな実績を上げたと思うやっぱり仕事師ですよね仕事ですよ <laughs> <うん S 1> だけどそれをこういう思いでこういうふうにしたいやいや皆さんそう言うけどこうですという説明ができなかっただけなんです <laughs> だからどんどん支持率が下がったんですね <laughs> ある意味あの人間ってやっぱり二面性があるから特実ないい人で仁義に厚いんですよだけどもう一方では かなななり政治的技、はい、それがすごく別々に出ちゃった菅政権だったんでやっぱり1年で終わりになったっていうだけだと思うんですね。うん